千葉大学教育学部附属小学校は、千葉県千葉市稲毛区弥生町にある、国立大学千葉大学教育学部の附属小学校。略称は、千葉府、府省、附属省、千葉大学西千葉キャンパス内にある、統合から50年以上の歴史を有する伝統校。元は、第一小学校と第二小学校があった。ノーチャイム制が実施されており制服はない。 不祥コロッケという名物が存在する二学期制をとっており、平成25年度からクラス外は毎年行われていた。現在は昔と同じように三年生、五年生でクラス外になっている。近年改修されたことによって全教室に冷暖房がついた。クラスは一組から三組まで計算クラスあり、一学年約120人である。しかし文科省の勧告に従い、 平成24年度入学児童より学年定員105人となった。男女比率は1、1になるよう調節されている。ただし4年時からは帰国学級が増えるため計4クラスとなる。また、帰国学級の男女比率は決まっていない。もともとは4クラス編成だったが、国立大学法人化による人件費削減のため3クラス編成になり、文科省による35人学級の勧告に従い、 平成24年度の第1学年より35人が1クラスの定員となった、週5日制をとっている。時間割の編成は、一般的なものとは大きく異なり1日を ABC の3ブロックと休み時間とに分け、20分を一単位としてその、組み合わせにより授業時間を20分、40分、60分、80分、家庭科の調理実習などは100分とする、モジュール形式をとっている。 20分授業は漢字、計算等の基礎学力の反復の時間に充て、60分80分授業は理科、図工、総合等の活動時間を多く取るものに充てられている。英語の授業は1年生時から行われ、英語は週1回実施されて、外国人講師1人と共有が担当する。ただし、4年生までの英語学習の時間は20分、5年生以上は40分と、 なっている。コンピューター室には1クラスの児童全員が使える、要40台のパソコンが揃えられている。また、40台のノートパソコン、約100台のタブレットが置いてある。付属中学に進学せず都内の中高一貫私立や、渋幕、東方等への進学を目指す児童は、サピックスや、四谷大塚等のより高度な進学塾にも通う。8割以上の児童はそのまま。 付属中学へと進学する。かつては、付属中学に進学するには、内部試験に合格しなければならなかったが、現在では、無試験で全員が、付属中学に進学できる。ただし、外部の学校を受験する児童については、付属中学に進学する資格を失うことになる。効果の歌詞では、が歌われている。白木蓮は、校庭に植えられており、本校のシンボルツリーでもある。また、 文集の題名にもなっている。富士が見えるという歌詞であるが、開港当時は校内から眼下に臨むことができた。かつてこの地に朝がよく繁殖したことに由来し、朝は荒れ地にもよくこらえていき、しなやかな茎は天空を刺してスクスクと伸び続け、その繊維はこの上もなく強靭である。という朝の葉の衣装によって、千葉の土地と、 付属学校生と児童の成長への理想を象徴したものである。そして1ヶ月に一度クラブ、委員会活動がある。西千葉駅から千葉大学の最寄り門は難門が一番近いのであるが、付属小学校へ通う児童は大学の敷地に沿って千葉大学生門まで歩くことになっている。その理由は、大学の校内には歩道が存在しておらず、児童の安全を考慮したためである。 現在閉鎖されている校庭にある通用門はかつて学園紛争が激化していた昭和40年代に学内の学園紛争のエスカレートにより本校児童に対して危険が生じた時の有事用に昭和44年に設置されたものである。現在は郊外学習等で大型バスを使う時にこの通用門付近にバスを止めてこの通用門で出入りしてバスに乗車している。 ありがとうございます。